今回ズーマーを直してほしいという依頼が来ました、走行が 12,417 キロ、使用状況を聞くと、5分ぐらいのところに通勤ということですので、まあ、一番使い方としては、悪い使い方にはなってしまいますね。症状を見てみますとね、ホイールがね、すごく持ってたんですよ。で、停車中の下見たら3箇所ぐらいにもう漏れてますんで、このオイル漏れ、どっか来てるのかなと見てみました。すると、すごいでしょ？で、オイルは、色がありました。エアクリーナーを外してみました。まあ、汚れてますけど、まあそんな致命的なほどではない。ちょっとキックはどうかなと思って、キックアームを、えらい硬かったんですけど、ちょっと下までやったら戻りません。これピストン焼き付いてますね。おそらく。どこが悪いんでしょうか。